ははいこんにちはもてにかずやです、えー、今回は洗面ボールを掃除した時の動画の解説をしていきますではやっていきますまずはパーツを排水口のパーツを取りましたえー、っとどあのここのオーバーフローのところとかえー、っとこの排水口のパーツですねこれ外せるところを全部外して、えー、カビキラー電動スプレーをたっぷりかけました 穴のところもしっかり奥まで行くようにたっぷりかけますそして10分後水ですすぎますあのー、汚れがひどい場合ぬるぬる汚れがひどい場合はいきなりカビキュラー電動スプレーをあのかけるのではなくてそのぬるつきを落としてからあの使った方がいいですあのなぜかというと、あのー、すごく匂いが出るんですね塩素臭がそれと10分ぐらいでは完全に取れないことがありますなのでまずざっとこう水洗いでいいです 水でぬめりを取っていただいてからカビキララかけてくださいカビキララでなくても塩素系であれば何でも大丈夫ですはいここもですねあのー、今のオーバーフローのところここももう一挙一句ザーッと流,流してくださいあの流水をぐっと一い一くそうすると塩素でつけて、あのー、分解された汚れがもう一気に流れていってしまいますので綺麗になります で戻しますとはいここからは酸性洗剤を使っていきます使う洗剤はお生ハゲお風呂用ですがあのー、先にカビキラー使ってからこのお風呂の生ハゲ使ってるんですがこれ混ぜるのは危険なんですね塩素系と酸性タイプですのでだからもし不安に感じるのであれば日を改めて行ってくださいその方がいいですはい しっかり流せば問題ないんですけれども、やっぱり不安に感じると、やっぱり掃除が怖いですからね。で、えー、っとですね、使っているスポンジは超人たわし Z ですね。これでもう、全体的にしっかり濡れつけて、こすって洗っていきます。何を落としているかというと、水垢ですね。はい。ここにも水垢目立ちますけどね、あの、 立っていますここここもあのつけてこすってくださいでしっかりこすって5分放置しましたあのオフ生ハゲお風呂用をあの使ってくると大体分かってくるんですけれどもあ,のあまりひどくない汚れは5分ぐらいで十分取れるんですねでちょっとはっきり目立つような状態ですと15分ぐらい ちょっと汚れに応じてあの放置する時間を変えてるんですがこれも慣れてきます使ってると、はい、で5分やって水垢が柔らかくなったところさらにこすってますねでこすりながら洗ってますはいこんな感じで綺麗になりましたカビキラーのような塩素系のカビ取り剤も 酸性洗剤の水垢洗浄剤も共通しているんですけれどもゴシゴシやって落とす洗剤ではないんですねかけてから少し時間を置いて流すことで効果を発揮する洗剤ですだからあのあれしっかり時間をかけ取ってあの放置させてあげるっていうのがあのこの掃除のポイントですはい とということで今回は洗面台を掃除した時の動画の解説をしました。ありがとうございました。